これで渡るんだ。はぁ、感慨深いね。行くぞ。アムロ。まだスタミナ使っちゃダメだ。普通にジャンプしてこう行けばいいや。どうしよう。俺的にはちょっとここら辺で降りたいわ、もう。降りまーす。お、なんか強いのいる。来たー。来やがったか。ハイラの大地。まずは爆弾で、と思ったけど、あ、壊れちゃった。よいしょ。強そう。硬い、やっぱり。いいねー。お前みたいな攻撃手俺求めてたよ。ジャスト回避やりたいな、こいつ。タイミング合わせやすいし。あ、やべ。もう一回。蹴りはずるだろうが、おめえ。武器で来い、武器で。ジャストガードやんなきゃ。ジャストガードじゃねえわ。ジャスト回避か。早く、早く、早く。ほー、結構重いな、一撃。結構むずいな。タイミングむずいわ。ということで、もう死んでくれ。この武器強そう。ボコバット、あ、6か。かなりの威力で、前だ盾を吹っ飛ばすことができる。森ゴブリン。ん？森ブリンだ。これゴブリンじゃないのか、これ。森ブリンだったわ。え？これさ、待って、え？マップ広くない？こんなマップ広いの？俺やばいんだけど、これ。探索してたら、俺いつだっても終わんねえぞ。あ、この骨が夜になったら、生き返るやつか。またなんかそれらしい遺跡みたいなとこ来たけど、特にアイテムがあるわけじゃねえんが。なんだこれ、マグネあるぞ。あ、これは、あ、石があった。え、何お前、埋まってたってこと？埋まるなよ。何やこいつ。なんだこれ、シーカーの群れみたいなのが来たぞ。くそ、当たんねえが。うおー、目が赤くなったら攻撃しような。オッケーオッケーオッケー。あいつ先だな。なに、群れか。一匹倒したら逃げますよ、みたいな。逃げた逃げた。一匹倒したら逃げんだ。よし、頑張ろうな、一緒に。よいしょ。は、落ちてね。生きるのね、止めないと。なんか湖に浮いてるぞ。なんだあれ。敵かよ、あれ。ちょ、待って、危ない。お土産持ってきたのに、お前に。ホーミングすごいな、あれ。あー、これホーミングすごいな。ある程度距離離っとかないとやばいね。いや違う、予想して打ってきてんだ、俺の動き。左に浮いてると左打ってくんだ。あー、なるほどね。ホーミングじゃない、予想か。え、これ強いね。これ強いわ。オッケー、でも覚えた。左行って右。右行って左。ええー、ちょっと待って。いや、こいつ強っ。こいつ強っ。あ、え、か、なんこれ、弾いてくれんのか、これ。なるほど。異常に、
エイムしてんなーと思ったらそういうことか。どこでぶっ殺したっけ。まあいいや、また会うだろう。おお、武器じゃ、なんだあれ、なんか違う、こいつちょっと違う、あぶねえ。おお、違う違う、少しリザールスピア、いいの持ってんじゃん。なあよ、いいの持ってんじゃないの。どーんでー、あれ？さっきの強い敵は？へぇ、崖に入るキノコもあんだね。55だけ。料理に使うと移動力が向上。移動力向上なんかもあんだ。あ、ランダム脇なんだ。じゃあさっきのレア脇だったの？うわ、マジかよ。変な槍も落としたのにな。くっそー。うわ、しかもこいつら結構、多いぞ。ちゃんとやってる集落だ、これ。オッケー、ヘッドショット。こいつもヘッドショットでいこう。いって！シーカーうぜえな。あ、青いるじゃん！青ゴブいる、青ゴブいる。来やがった、青ゴブ。俺のことは恋しくなっちまったか？おつけ、まずはお前からじゃない。お前はメインディッシュだ。おら、え？こいつマジでこいつマジでよやばすぎるだろ、攻撃力。オッケー、ビタロック試してみるか。あれ、こいつは止めらんないの。さっきから止めらんで止められるって言ってたんだけど、これはこいつは止めらんないのか。強いやつ止めらんないってこと。タイビートの剣で行くか。ちょっとワンパンだから気をつけないとな。はい、あ、これ兵士の続きか。あ、でもこいつだいぶ HP 低く感じるようになってきたな。あれ、そんな強くなかった。武器の攻撃力高いからか。なんだ、拍子抜けだったな。兵士の剣でかいね。ボコバット。これもちょっと違うんだ。タイマー捨てちゃうか。ちょっともったいない気もしたけど。なんだこれ。兵士の盾。これも強いわ。ここの敵さ、あれじゃない？結構、何？強いからさ、レアなアイテム期待できるんだけど。はい。兵士の続きだってもう、普通のゴブリンならワンパンだからね。あれ、これだけか。やっぱ鉱物系？氷の矢だ。周囲を凍らせることができる。特に厚いものには絶大な威力がある。雨の日は手が滑る。ね、そんなあんの？雨の日は手が滑る。お！あ、これ、お前、これ、これ、イワロックの子供じゃん、これ。あいつなんだ、身内いたのか。言えよ。ゴーッ！バカ強えじゃん。バカ強えじゃん、子供よ。お前、しっかり親の攻撃力という名の遺伝子、お前、受け継いでんじゃねえか、こいつ。受け継ぐな、攻撃力。ワンパン受け継いでんじゃねえよ。ちなみに、手が滑るってのはどういうこと？あ、ほんとだ、滑った。なるほど。そういうことか。オッケー。さっきみたいにミスはしない。これ、爆弾でいこう。多分剣効かないのかな。あれ？あれ？え？え？イワロックどこ行った？夢？夢だった？3匹ぐらいいたでしょ、だって。あ、夢だった？あれ、夢見てた俺。夢ロックだった夢ロックだった、もしかして。夢ロックだったか。じゃあしょうがねえよ。じゃあしょうがねえよ。夢ロックじゃしょうがねえよ。なんかでかくね？なんか、でかいね、量。これ、なんかでかくね？こんなでかかったっけ？さっきのやつ。
マジふざけんだよお前。早く登りきれ。あ、終わった。これどうやってやんだ。これ滑んない？大丈夫？オッケーオッケー、いけそう。だから滑んだわな。チェクショー。お前にはこの攻撃力重要な兵士の意味で息の根を止めてやろう。え、草取れたな、これ草これ草取れんのこれ。え、なるほど、草で酸素吸ってるから草取ると呼吸するってことかな。こうなるおめえ、ふざけやがって。これがアイテムか、こいつの。オクタ風船。この風船をくっつけられたものは宙に浮き上がる。頑張りパス。やっぱところどころになんか遺跡っぽいのあるよね。これ新しいアイテム多分手に入らないよね。バシリャコの祠。風の導き。わあ、めっちゃ風吹いてやら。あ？これ自分が吹き飛ばされるわけじゃないんか。あ、パラセールってことか。ビンゴー。パラセールダンジョンだ。琥珀。一個でいいんだよな。結構なんか、しっかりとしてんな。ステージ変わったかんな。オッケーオッケーオッケー。この風使う技術はなんか後半も使えそうだな。うん、宝箱ありそう。え？あ、これで帰れよってことか。こっちなんか怪しいな。宝箱ある。あー、なるほど、そういうことか。オッケーオッケー。これは直じゃ絶対いけないから、途中で横に方向転換するってことだな。こういうことが。あっぶてー、俺もう無理だと思った。あ、兵士の両手剣、ええやん。これはなんか強い敵の時に使いたいな。危ねえ、通り過ぎるか。 B を押さなきゃダメだ。 B、 ほ、 B、 OK、 よし、割とスムーズだったんじゃないか。遺跡だけちょっと見てっか。え、何あれ、なんか浮いてんだけど。え、生き物だろこれ。動いてる。何やあれ。後半行くんだろうな、楽しみ。これちょ、邪魔なんだよな、松明。まあ、一回一緒の剣つけとけば。あ、いるじゃん、あのでけえやつ。あ、青いる。え、なんかハンマー持ってる、こいつ。もうなんか、なんでも普通に出てくんだな。危ねえな、お前は一撃だからやべえんじゃん。え、サビだけん、こいつ持ってんかよ。え、なにこれ。モップじゃん、これ。あ、違う、クワだ。え？しかもめちゃくちゃ強いし。なにこれ。なんで当たれねえんだお前。当たればいいんだお前。なんかダークソウルみたいな動きするもん、聞いたなこいつ。ゴリ押しで死ぬわ。おまけにゴリ押しで死ぬわこいつ。ハロー、ここだぜ俺は。ヘッドショット、ヘッドショット、つえー、さすが攻撃力12の弓だぜ。風車があるところに立って。あ、これコログなんだこれ。あー、そういうパティーン。お、撃つ。なんこれ、コログ出てこないぞ。
怪しいと思ったら何かあると思った方がいい。なるほど。おお、なんか飛んでるよ。撃つってこと？どんぐりが飛んでるけど。おっと？これむずくね？いや、ケイ！はぁ、なるほどねー。すごいな、規則性が全然ねえじゃん。コログ。いや、ニンテンドーすげえわ。よう考えるぜ、こんなの。900個あるんでしょ、これが。これが900個ってやばすぎるだろう。あ、宝箱集落だ。青いるね。最近は青がもう、当たり前のやつにいるね。え、赤い月？赤い月だと敵が強いの？だからあいつらあんな盛り上がってんの？今まで倒してきた敵が復活する？待てばわかる。まあ、よくわかんないけど、とりあえず殺すわ。おれ！家族団らんしてるとこ悪いな。弓からやれ。あ、待て、これ爆弾じゃん、爆弾じゃん。あばよ。あっぶねー。俺があばよするとこだったわ。生きてる？あ、まだ生き残りがいたな。さすがお前は生き残ってもらえないと困る。ほらほらほら、仲間の骨の手でいけや。よし。何が出るか。おっと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 、これか。なになに、何が起きんのこれ。これで復活するってこと？え？リンク、リンク。何？気をつけて。赤き月の時、それはガノンの魔力が満ちる時。地上をさまよう魔物たちの魂が再び肉体を取り戻してしまうのです。お、なんか違うぞこいつ。なんだ、リンク。お、なんか違うぞ。うん。いや、まあ、いや、言わするけどさ、なんかそんなネタ。兵士の次、もう一個ぐらい持っといきたいかな。あ、なんかジャッカルいる、ジャッカル。え、え、ちょちょ、強そうだったけどそんな強くね。獣肉一つか。じゃあやっぱあの獣肉二つ落とすさ、イノシシは優秀だったんだね。え、なにこれ、すげえ。マックスディラッシュ。料理に使うとハートが限界を超えて回復する。これ、レアやつ？これレアやつじゃないの、レアやつ。え、待って、こいつさ、いや、こいつ、海以外でも出てくるの、こいつ。邪魔だな、こいつら。行って。海以外でも出てくるのかよ。え？なるほど、近づくと、あれなんだ。爆弾やってみるか。あ、出てくんだ。こんにちはー。遠距離めっちゃ強いけど、その分耐久力終わってんな。ハロー。ハワーユー。俺を止めたいなら、青ゴブリン3体は用意しておくんだな。何が出るかな、何が出るか。安定。パールとコアークしかねえのかが。あ、あ、これ、え、そんなことある？やべ、今日は塔を登ってやめようと思って。あ、またあるね。あ、つか祠見つけちゃったよ。どんどん寄り道しちゃうよ。結構むずいな。
軌道読むのがむずい。パターン覚えないとな。ちょっと待って、これ爆弾で、え、これ爆弾でダメなんこれ思ったけど、ダメか。 OK、 これ結構むずいよな。それらしい。なんだこれ、竜だ。リバーサイド馬宿、馬塾か。おや、おさじ。虫と魔物の素材を混ぜると薬ができる。へえ、いいこと聞いたぜ。めっちゃ人いるやん。馬宿だ、馬宿。教えて。いや見てないわ。ちょ、決めつけないで。見てねえよまだ。野生場なんてお前。馬を捕まえたい。うん、登録しないか。なるほど。なんかこれやばいだろこいつ。こっ、あ、売ってるんだ。さあ売る。ルピーだってゼロだもんね今。ゼロだ。でも何を売っていいアイテムか分かんないね。売り専用のアイテムってないの？売り専用のアイテム。琥珀はいい。満を期して琥珀の出番。ここでいっぱい集めたわ琥珀。まあ、とりあえず小悪だけにしとこうかな。ビリビリアゲハ。煮詰めて薬にすると電撃に耐性を得られる。ほう。ビビヤンマ。耐電性が向上する。耐電性と電撃に耐性を得られる。これ何が違うのこれ。ガッツガエル。頑張りゲージが限界を超えて増える。まあ、木の矢だけでいいかな。いや、木の矢5個30円が高いな、木の矢。高いなぁ。よいしょ。え、ニワトリは剣で切った方がいい。あ、本当に？え、避けるじゃんこいつ。なんや。誰だ、剣で切った方がいいとか言ったやつ、お前。やべ、超強い。あぶねえ。お前殺す気か俺を。鉄の橋、マグネ臭いかな。鉄の橋ってことは、あ、そこがゴールなの。え、そこがゴールなんだ。え、これ超簡単じゃん。これマグネで3つ動かして終わりでしょこれ。なんだこのクソ簡単なダンジョン。オッケー。で、これ取ってとりあえず下置いといて、よし、届くよな。あ、オッケー、なんだ、大丈夫、合ってるわ。はい、余裕。あ、こんなもんでお前俺の脳みそを翻弄できると思うなよ。あ、こいつ帽子かぶってる。
まあいいや、スキップで。あ、まだだいぶ距離あるな。よし、今日はこんなもんにしよっか。塔までちょっと距離あるから、とりあえずこんなもんだな。次は塔を一直線に寄り道しながら目指して、一直線って言わないか、それ。んで、塔をやった後にマップ全体探索開始って感じかな。いやー、これはかかるぞ。これは長いぞ、すごく。